近鉄百貨店、近鉄百貨店和歌山店和歌山ターミナルビル、近鉄百貨店和歌山店、近鉄百貨店和歌山店は、和歌山県和歌山市、友田町後の18にある、近鉄百貨店の店舗。本校では、当店を株式会社和歌山近鉄百貨店が、運営していた時代についても述べる。同社は、近鉄グループの一員で、 近畿日本鉄道株式会社の完全子会社であったが2009年に兄弟会社の株式会社近鉄百貨店に吸収合併された1960年に近畿日本鉄道の子会社として開業した和歌山近鉄ストアを発祥とする1963年には和歌山近鉄百貨店として百貨店に業態転換し 2009年に株式会社、近鉄百貨店の直営店となった。開店当時は、現在より西側の北大通に面した地点で営業していた。7000平方メートルと比較的小型店であったため、大きな買い物には大阪まで出かける客も多いと言われていた。このため、1987年4月には JR 和歌山駅前に完成した。 和歌山ターミナルビルへ新店舗をオープンしている。駅直結である上に500台対応の駐車場も備え、規模も9店舗から約2.5倍の1万7000平方メートルに拡大した。完成素材感をメインテーマに客のニーズより買いたさに訴えた店舗として、安倍の本店との協業も図りつつ、 新相回転にあたってはすべて自前のスタッフに任せて問題点もすぐ洗い出せるようにした。また、繁華街、ブラクリテイにあった地場百貨店のマルショが仮店舗で営業していたこともあり、年間の売上は旧店舗の83億円から目標の145億円を超える170億円に急成長して地域一番店になった。さらに二千年春には、 年間売上高240億円から290億円への成長を目指して、和歌山駅の引き込み線跡地に増築を行い、売り場面積が移転当初に比べて1万5千平方メートル広い3万2400平方メートルとなった。立地、規模、設備で他の百貨店を圧倒し、郊外型ショッピングモールに対抗した。フォルテワ島和歌山市内には当店を入れて、 百貨店が4つあったほか、マイカルの運営するビブレも営業していた。特に、地場百貨店のマルショは、地域一番店であったため、当店の新築移転に、危機感を持って、対抗策を取った。新築工事のため、1988年4月14日に、和歌山市西三際町に建設した仮店舗での、営業に移行し、リムジンによる、 常連客の送迎を行って、顧客をつなぎ止めた。1990年10月6日に新本館、1991年10月には、北別館を完成させている。同店は売上高を1997年8月期には、新館の開業効果もあって、約152.67億円まで回復させた。しかし、 当店の再度の増床やバブル崩壊後の消費低迷によって売り上げが低迷したため、これら投資は主にとなり、2000年6月からは信用不安が噂されるようになった。別館にあった良品計画をはじめとするテナントの撤退や、それを補う商品補充が困難になったことを理由に、上層階を閉鎖して現金のみでの販売を行うなど、 危機的な状況に陥り、2001年2月26日に、同社は自己破産を行って閉店している。すでに大丸和歌山店は1998年に撤退していたが、丸小閉店の2ヶ月後に、ビブレも閉店し、ブラクリ店からは大型店舗が姿を消した。また、当店に加えて郊外にもイオンモール、和歌山など、 大型商業施設が開業するなどの影響で、2014年には、南海和歌山市駅ビルに入居していた高島や、和歌山店も閉店に追い込まれ、当店のみが百貨店として生き残った。これ以降は、和歌山市内、そして和歌山県内でも唯一の百貨店であり、隣接する和歌山御とともに、市内中心部では、数少ない大規模商業施設である。今後は、 百貨店以外の商業施設との競争があり、差別化が必要となる。2016年には、百貨店らしさを追求する改装を行った。近い食料品売り場では、地元、和歌山の食材や、輸入食材の品揃え強化などといったゾーニングの見直し、ゴディバの拡大を実施している。また、化粧品売り場、生活雑貨売り場においても、新規ブランドを多数導入した。 また、百貨店業界全体で、医療品の売り上げが低下し続けていることもあり、今後、2025年2月期までに、医療品売り場を3割減し、他の売り場や受社で運営する、専門店を配置することで全館の回遊性を上げる、計画もある。和歌山県内の贈答品需要を保管するため、岩出市にギフトショップを運営している。現在は、 以上の1店舗のみであるが、和歌山近鉄百貨店から近鉄百貨店和歌山店に移行する直前の2009年2月頃には、県内全域にわたって4店舗のギフトショップが運営されていた。贈答品を送る手段の多様化、あるいは贈答品需要自体が大きく減っているため、当店に限らず、小型の百貨店、ギフトショップの閉店が相次いでいる。 近畿地方では特にギフトショップが減少しており百貨店そのものより少なくなった2021年8月10日に高島屋京都店のローズサロン彦根が廃止されたためショップ岩での他は三越伊勢丹の三越大阪ギフトサロン程度となっているなお常設店に限らなければ高島屋では和歌山店が撤退してから贈答品シーズンになると 大阪店が和歌山特設会場を設けている。近鉄流通グループ全体では1980年代後半にサテライト店舗を増設し、安倍の店や四日市店管轄のギフトショップがあった。特に京都近鉄百貨店のギフトショップは京都深く地に加え、同店の隣の滋賀県にも多数展開していた。詳細は京都店。 ギフトショップの項目を参考のこと。和歌山近鉄百貨店に関するカテゴリー。ありがとうございます。